どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画、イグサカ始めていきたいと思います、えー。今日はですね、トトの結果発表の回でございます。えー、今回はですね、1142回のトトですね。えー、こちらちゃんと、えー、買いました。はい、えー。今回はこれは宝くじ売り場で買いましたね。宝くじ売り場で買ったトト、1142回の えー、結果発表いきたいと思います、えー。試合を振り返りながら結果発表を見ていきたいと思います。例によってこれだと見づらいので、えー、ここに、はい、えー、書きましたのでこれを見ながら振り返っていきましょう、えー。今回のトトはですね、何度も言ってます通り、J リーグはもうシーズン終了してしまったので、対象となっているのはドイツのブンデスリーガとイングランドのプレミアリーグでございます。えー、土日に試合が行われまして、その結果でもうトトの結果出てますので振り返っていきましょう。 まずは、えー、こちらですね、1試合目、バイエルン対ブレーメン、えー、僕はですね、バイエルン勝利、ホーム勝利を予想していましたが、結果はですね、6対1でバイエルン勝利となりました、えー、6対1、かなり点差つきましたね、えー、バイエルンがですね、今ちょっと、なかなか調子上がってきてないんですが、まあ、ここは勝ってくれるだろうと、そろそろどんどん爆発していくだろうという予想してましたが、見事そうなりましたね。えー コウチイノ選手がですね、決めたり。コウチイノ選手というのは、今回、ブンデスリーガに史上最高の移籍金で移籍してきた選手ですから、えー、徐々に調子上がってくると思いますし、レバンドフスキー選手もゴールきましたし、まあ、とにかくいいメンバー揃ってますんで、うん、こっから勝っていくでしょう。今回も、6対1で勝利となりました。よし、なので、はい、的中です。最先いいですよ。続きまして、マインツ対ドルトムント。 僕はドルトムントの勝利を予想しました。えー、ホームの負けですね。2番に丸をしましたが、結果は、4対0対4で、ドルトムント勝利。おー、いいですね。幸先またいいですよ。えー、ちょっと今回こそはという感じもするぐらいですね。えー、ドルトムントも4対0。うん。 対象と言えるでしょうね。ドルトムントもどんどん調子を上げてきております。優勝争いもっと白熱してくるんじゃないでしょうか。さあ、続きましてが、ヘルタ・ベルリン対フライブルク。えー、この試合は引き分けを予想しましたが、結果は1対0で、ヘルタ・ベルリンの勝利。うん。まあ、そうか。えー、ここで1等の可能性がなくなりましたね。 えー、ヘルタ・ーベルリンは監督変わりましたね。に、クリンスマン監督という元ドイツ代表のストライカーですね。えー、ドイツ代表監督なども務めているクリンスマンが新たに監督に就任して、調子が上がってきてるんでしょうか。ヘルタ・ーベルリンの勝利ということで、ここは、的中ならずとなりました。えー、4試合目、パーダーボルン対、ウニオン・ベルリン。僕は、ウニオン・ベルリンの勝利を予想してますが、えー、結果はですね、1対1の引き分け。まずい。 うーん。早くも2つ目のミス。まあ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 、そうですね。この辺が難しいところですね。えー、次行きましょうか。5試合目、デュッセルドルフ対ライプツィ。これはですね、ライプツィ、今調子2位えなのでライプツィ勝利を予想しましたが、結果はですね、0対3でライプツィ勝利ということで、的中です。お いいですね。えー、ライプツヒはですね、えー、ベルナー選手がゴールを決めたりして、見事、えー、勝利を飾りました、調子いいですね。続きまして、ケルン対レバークーゼン、ここはダブルを使いましたね。えー、引き分けとレバークーゼン勝利を予想しましたが、ここは2対0で、ケルンの勝利ということで、ゴ <laughs> ール。えー早くも 3つ目のミスということで、えー、トトは1つ外し、2つまず外しまでしかないですから、えー、当選ならずという結果になってしまいました。しかもですね、えー、ダブルを使って外す。唯一書いてないここに来るという、一番これはやってはいけないトトではね、一番腹立たしいミスですね。ダブルを使って外すというのが、3分の2当たるわけですからね、単純な確率でも。そうか、 うーんなるほどまあしょうがないでしょう次見ていきましょう7試合目がボルフスブルク対ボルシアメンヘングラントバッハ現在首位のボルシアメンヘングラントバッハ、えー、僕はですねボルフスブルクと、えー、の勝ちと引き分けを予想しましたが結果はですね2対1でボルフスブルク勝利おっここは見事ですね 首位、えー、のチームボルヘ、ボルシア・メンヘン・グラントバッハをの勝ちは予想してなかったんですが、当たりましたね。まあ、ダブルを使ったというのもあるんですが、見事、的中しました。この結果、ボルシア・メンヘン・グラントバッハー2位に降格、えー、してしまいまして、ライプツィが首位に立ったということになりますね。えー、優勝争い、ますます混沌としてきております。えー、トトの、トトはね、もう外れてしまったんで、ちょっと試合の内容を振り返りつつ、まあまあ、まだここから全部当たったら、 うん。当選ではないですけど、かなりの的中率なんで見ていきましょう。続いて、シャルケ対フランクフルト。えー、僕はシャルケの勝利を予想しましたが、この試合は1対0で、シャルケ勝利。をいいじゃないですか、いいですね。えー、的中しております。えー、フランクフルト、鎌田選手が途中から出場したんですが、 うん。勝利ならずということで。ちょっと頑張ってほしいですね。長谷部選手も所属してますし、日本人二人所属してますんで、フランクルトにも頑張ってもらいたいですが、これは適中となりました。続いて、あ、こっからイングランドのプレミアリーグですね。えー、ドイツのブンデスリーガーではなく、9試合目からプレミアリーグになります。バーンリー対ニューカッスル。この試合はニューカッスルの勝利と引き分けを予想してますが、結果は1対0で、バーンリーの勝利。はぁ。 えーまたダブルで外してしまいました。うん。悔しい外し方だなー入荷する。なんだよー。あれ、ここだっけなんか変えたの。どっか一個ギリギリ変えましたよね。ここだったっけなんかここだって気するな。本当は1になってたけど変えたような気するな。まあ、元々もう結構外れちゃってるんでしょうがないんですが。えー、入荷する。 じゃなくバンリーの勝利となりましたえ続いて10試合目サウスンプトン対ウェストハム、えー、この試合はですねサウスタン,サウスンプトンの勝利と予想してましたが結果は0対1でウェストハムの勝利ああ的中ならずうーんちょっとサウスンプトン頑張ってほしいですね現在18位2連敗 ということになりまして圏に入ってきておりますんで、えー、吉田選手も所属しておりますんでサフスタンプの勝利をもうちょっと重ねていってほしいですが今回ウェストハムの勝利ということで的中ならずそうだな難しいとこだな続いて、えー、リ,バフルリバプール対、えー、ワトホードこの試合はリバプール勝利を予想してますが結果2対0でリバプール勝利まあここはねここはね え、1位と最下位で、さらにリバプールホーム、しかも超連勝中ということで、え、まあまあ硬いところだったんじゃないでしょうか。サラー選手が2得点。さらに、え、連勝を伸ばしております。ちょっと異次元の強さですね。ここに南野選手が移籍してくるかということになっております。もう今シーズン中に移籍してきたら、無条件で優勝経験できる、プレミアリーグ優勝経験できるというぐらいの、ちょっと強さを発揮してますね。さあ続きまして、チェルシー対、 ボーンマス。ここもダブルを使いまして、チェルシー勝利と引き分けを予想していましたが、結果はですね、0対1で、ボーンマス勝利。待ってくれよ。マジか。え、マジか。いや、ちょっと、ダブルを4つ使ったうち、3つ外してんのか。 うわあ、ちょっとなかなかの、なかなかの外しっぷりになってきましたね。普通に外すよりちょっと痛いですね。えー、そして最後の試合がレスター対ノリッジ。僕はレスター勝利を予想してましたが、この試合は1対1の引き分け。ここも外れ。えー、ということになりました。ああ、すごいですね。そうか。うーん。 チェルシーもちょっと足踏みをしてますね。えー、5試合、ここ5試合で1勝4敗あ。その辺ももうちょっとね、考慮していかなきゃいけなかったというところでしょうか、えー。レスターがですね、ここで2位だったんですが、引き分けてしまいました。まだ2位はキープしてますが、周、え、囲、ー、と勝ち点差が広がりました。10, 10差ぐらい。なんてうんですかね。うん、ちょっとリバプル独走という状態でございます。さあ、えー、トトの、えー、一応これトト振り返る企画なので、はい。 こちらですね。えー、結果、13分の6ということになりました。うん、まあ前回ができすぎてたというと、まあまずまず、まあまずまずよりはちょっとダメかなという感じですかね。しかもダブルを使って、そこをメインに外してしまったので、それはちょっと悔しいですね。ただやっぱ今回から、えー、今シーズンね、J リーグ終わってしまったので、海外のサッカーが対象となっておりまして、やはりそういう難しさも出たんじゃないでしょうか。なんとですね、 前回は1等150口ぐらいいたのかな。今回は1等、えー、0口でした。1投1人も出ませんでした。なので、えー、キャリーオーバーで次回に繰り越しということになりまして、次回は高額配当がより期待できるということになりました。うん。やっぱり難しいですね。海外はですね、J リーグル力の差があるんです。あるからこそ、どこで波乱を予想するかとか、その辺が肝になってくるというような気がします。えー、ホームとアウェイの差も、 どうですかね。日本より J リーグよりはで大きかったりもするんですが、それでもということもあるんで、ちょっとその辺も考慮して予想していきたいと思います。まあ単純に予想することでですね、試合を見る機会も増えると思いますんで、皆さんもぜひととも買ってみてください。ちなみにブンデスリーガは、えー、NHK の BS でも時々試合やってますし、スカパーで全試合見れますね。まあスカパー契約してないという方はですね、スカパーの YouTube でハイライトは 何試合か上がってますんで、そちらも見てみてください。そして、イングランドプレミアリーグはダゾーンで見られますし、ダゾーン契約してないという方は、ダゾーンの YouTube でハイライト見られますので、そちらもぜひ見てください。便利な時代になりました。えー、ということで、今回は的中ならずということですが、次回も諦めず、えー、高額配当を目指してやっていきたいと思いますので、引き続き注目してください、えー。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それでは、また次回、さようなら。